プロサッカー選手ができるまでを湘南ベルマーレの選手が全力で応える番組、それがスベルカパー最終回。今回登場する人の似顔絵をこの2人が描いてくれたぞ。人としてまずなんか見習うところが多いなっていう人ですね。そうですね、やっぱしっかりリスペクトしてるんで、はい、引き出しの量にびっくりします。ここは毎日毎日、確かに多分口喧嘩したら一生勝てないと思う。どんなに努力しても多分勝てないと思う。完成。いやー、まあ僕はこんなこと絶対書けないなと思って。本当今までの中でズボン抜けてうますぎる、それは。本当に来ました、来ました。俺は特徴相当捉えてると思う、正直。試合中はもうこの表情しかない。俺がボール持ったらもうこういうイメージ。見た目の体型も含め、ね、引き出しが多いっていうところをうまくかけて。そうね、俺は絶対そんなことできないけど、ね、この後がちょっと怖いですけど。2人が書いてくれたのは湘南ベルマーレ監督の張基ジェです。湘南ベルマーレ監督張基ジェ、ぶれることのない戦術を掲げ、常に熱い情熱を注いで指揮を取る張監督。選手の秘められた能力まで引き出し、多くの選手の成長に多大な影響を与えてきたその手腕にドキドキが止まらない。そんな張監督がみんなの質問に答えてくれたぞ。最初の質問はこちら。監督って試合の日は何をしているの？キックオフまでのスケジュールを教えてください。というわけで14時キックオフ想定で張監督にスケジュールを書いてもらったぞ。なんか寝てるか寝てないか分かんないけど7時にはとりあえず出てるな、起きて。でもこの辺に着くのかな。この辺に着いてクラブハウスでなんかミーティングとかして、で朝メンバー入ってないでしょ、練習するじゃん。それに出て9時とか9時半かな。で帰ってきて10時半とか11時になって、まあ準備してたミーティングの準備をして、大体このぐらいミーティングして、でクラバサ出てグラウンドに大体12時15分とか半についてキックオフみたいな。試合当日の監督のスケジュールはこんな感じ。みんな分かったかな？次の質問はこちら。キックオフ前のミーティングでは選手たちにどんな話をしているんですか？まあでもその本当その試合試合によるな。サッカーの話をすることもあるし、サッカーの話じゃないこともすることもあるし、見てる人がこういいなと思うプレーをするために、だからこそお前たちはこのサッカーでみんなに勇気を与えなきゃいけないんだってことを、多分前段話せば、だから選手がどう思うかっていうのが全てで、俺もたくさん失敗するけど、送り出した後はもう何もできないから、基本的にもう選手がやるもんなんで。だから1時50分まで勝負の時間残されてるの、2時キックオフだったら。選手をどう送り出すかのその前後の雰囲気っていうのは、練習もそうなんだけど、選手が楽しそうにやってるかどうかとか大事だと思ってる。続いての質問はこちら。私も子どもサッカーチームで小中学生の指導をしています。監督が若い子どもたちを指導するときに心がけていることは何ですか？この年代を教える人たちはすっごい責任は重いと思うんだよね。でもやっぱり叱れない人多いです、見てたら。若い子も怒る人はいるよ。あーなんだ私あいつって、それは必要なくて、なんで悪かったんだっていうその行為に対して叱ってあげるってことが大事で、怒っても人には入らないよね、おそらく。っていうことは小学生とか中学生とかはすごい俺は大事だと思ってます。別に嘘言ったってごまかしたって成功したらコーチ怒んないと思ったらそうやって育ってくるし、いや違うんだと。ごまかすことが悪いことで、結果がどっちに行ってもそれは悪いことじゃないんだってことをちゃんと言えるかどうかって、それはね、叱れる人しか多分言えないと思う。僕もまだ若いし、全然その指導をこう極めた人物じゃないから分かんないけど、
かっこよく言ったらそんな感じです。最後の質問、プロサッカー選手、監督と数々の夢を叶えてきた超監督、サッカーって何が一番面白いですか？やっていて良かったことって何ですか？サッカーって基本的に点数を争うスポーツなのに、点数が最も入らないスポーツなのよ。だからそれをやるにあたって点数を入れるためにさまざまな努力をしなきゃいけなくて、そもそも足でやるスポーツだし手じゃないし、それが自分一人の力だけではできないんだっていうふうに、こう自分の中で手応えを得られる瞬間に出会った時にすごい自信になるんじゃないかなっていうか、人間としてもサッカー選手としてもチャレンジする気持ちとか、辛くてもそれを続けることによって成功した時のこう体験とか気持ちとか、そういうようなことを一番学べる時間なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、みんなの質問に全力で答えてくれた張監督、最後に張監督からみんなにこんなメッセージをもらったぞ。毎日練習しても、うまくいかないことはたくさんあると思いますけど、ミスを恐れず明るくやるってことがとっても大事なんで、そうやってサッカーと付き合っていけば必ずできることが増えていくし、たくさんの友達もできるし、いろんなことが学べると思います。頑張って残り2試合、みんなでベルマーレを応援しよう。